オーディオブック動画歴史的文献探索秘密結社明治33年1900年3月フランス哲学博士フランソワ・リギョール著1922年7月26日没その20秘密結社における女性利用と収奪ようやくすでに18世紀からあった女性のフリーメイソン。これは男性メイソンの姉妹メイソンとして男性メイソンが利用、そして収奪。男性メイソン党員の目的は女性の精神や心理に立ち入り、これを大敗させることによって自分たち党員の手下にしようとするためである。女性を家庭から引きずり出せ。そのために、あゆついしょう、こびへつらうことを習いなさい。集会の目的は、そうやって家庭から引き離した女性と宴会や舞踏会、合コンや談破をするため。女性メイソンの利点。秘密結社の創始者ワイズハウプトが受け取った書簡によれば、1、女性メイソンに期待しうる利益は、秘密を学ぶために現に支払い、または支払うべきすべての金額を、本部の男子メイソンの収入に供することである。2、女性メイソンは、娯楽の傾向がある男子メイソンに対してその望みを満足させるという利益がある。3、幼女メイソンにおける女性の数が多くなるときはその信用によりフリーメイソンから推薦されたものを国家枢要の地位に選出させるために大きな力になるのだ。中、緑の好きな都知事とか。ワイズハウプトは女性におもねる術は男子フリーメイソン党員が研究すべき最も重要なものであるとして曰く、およそ女性は虚栄、好奇、陥落、珍事等に多かれ少なかれ誘惑されてしまうものである。だからこのやり方で女性を囲い込みフリーメイソンのために供するようにしなければならないと。女性に受け入れられ、その手で取り扱われるとき、天下で成功しないものはないからである。ラゴン曰く、男女混合のメイソンは会見は甚だ軽薄なもののように見えるけれども、フリーメイソン流の平等の種を世の中の人心にまくためには最も有力な道となるのだと。こうして女性は大敗させられ、女性としての品格や特性を失う。要は自由を得るところ、恥を知る心を日々失うのである。女性の地位を回一回ずつ昇進させて持って、道女に自由を授けるのは男子の側から見て愉快なる事業、寛大なる感情を注ぐものであるかもしれない。しかしこのために女性におもね、こびへつらい、それでその女性を大敗させていくことは人の道を外している。このようなことは女性としての品位をますます失墜させるものである。このように秘密結社は女性を取り込んで家庭や宗教、道徳、国家、国王を破壊するという目的の達成に利用する。秘密結社における女性利用と収奪。世の女性が男子の感情の上に、そしてその思想、その言動の上に偉大な影響を及ぼすことは周知のことである。女性は男子を動かす有力な動機づけとなるのであって、これを利用してことをなせば成し遂げられないことはない。そうであるなら老獪なフリーメイソンにしてみれば、どうして自社のために女性を用いないことがあろうか。そうだ、フリーメイソンはすでにとっくの昔からこれに目をつけていて、男性よりも先に早く女性を自分たちの罠に落とし込むことを企ててきた。カトリック撲滅には女性を堕落させよ。この点、デッドフルト男爵、典型派は語って曰く、女性は男子の心理や行動に強烈な影響を及ぼす。女性を攻略して強制すること、腐敗堕落させることをせずして、天下を我々の思う通りに作り変えることはできない。と、また曰く、先人は我々や仲間たちによるカトリック教撲滅計画について、学者的な笑いを漏らしながら、我々にカトリック教を撲滅するには、ぜひともまず女性たちを滅ぼすべきである。と語った。
この言葉は実に真実であり、理にかなっている。しかし、我々は、女性たちを滅ぼすことはできないから、堕落腐敗させるのみである。これは、実に、我々フリーメイソン党員の意を得た妙案である。と。ああ、これは、実に熟読吟味すべき言葉である。すでに、18世紀に、女性たちのフリーメイソン的な団体は多くできている。最初は、男子と女子とを合併して組織して、いわゆる、兄弟姉妹の形で構成、組織した。これを称して、歓楽豪遊の友、兄弟と呼んだ。この軽薄な団体は、18世紀の軽率な社会に大いに流行したのだった。最も勢いがあったのは、ローマ騎士とバラ神女の社団という名のフリーメイソンである。その勢いは、ほとんど、他のフリーメイソンを圧倒するかのものであった。恋愛堂。その会合の部屋は恋愛堂と呼ばれ、四つの壁は花束で飾り付けられ、恋愛を表す門のようなものをところどころに設置した。会合の時は、男女二人の職員がその主座を占め、出席の会員は兄弟姉妹と称し、男子はザクロの冠、女子はバラの花の冠をかぶっていた。受会者がある時は、連れてきて、まず、年齢はいくつですか?と問う。もし、その受会者が、騎士、男性であるならば、答えて曰く。青春を楽しむ年齢である。と、もし、その受会者がいわゆる、神女であれば、恋愛堂の深淵な花園に、同伴し、不可思議な祭壇の前まで導き、ヴィーナス、恋愛の神、及び、その子供、クビと、情欲の神に、お焼香をさせる。ああ、私は、その詳細を語るに忍びない。これは、実に18世紀に行われたことである。19世紀に至って、この類の結社団体は、大いにその数を増やしてきたのであり、1900年現在、多くのフリーメイソンは、いわゆる、兄弟、男子メイソンの傍らに、姉妹、女子メイソンを有して、後者を前者に付属させている。今日、フリーメイソンが存立する首都や大都市においては、必ず、この兄弟姉妹メイソンが設営されている。女性メイソンも、結局、男性メイソンが監督支配。女性のメイソンは、幼女メイソンとも呼ぶ。というのは、誇張した言い方ではあるが、女性をその列に加える際には、幼女に迎え入れて保護しているとしているからである。もちろん、フリーメイソンの機密には関与させないが、ある階級の女性や、ある秘密の案件については関与させる。彼らフリーメイソン党員の目的は、女性の精神や心理に立ち入り、これを敗退させることによって、自分たちの手下にしようとするためである。幼女メイソンの多くは、男女両性で組織されるが、時に、女性のみの組織もある。その目的は、不幸、または白名の人々の救済保護、音楽その他の芸能の修練にあると、彼らは言っている。ただ、このような場合にも、終始、男性の党員がこれを指導しているのだ。秘密結社の創始者、ワイズハウプトの女性メイソンに対する持論。ワイズハウプトの女性メイソンに対する意見を聞いてほしい。いわく、この女性メイソンには、2種類の党員を置くべきである。その一つは、豪遊なご婦人、すなわち無神論者のご婦人である。宗教などについて、一般女性を超える肝の据わった考えを持つご婦人、いわゆる精神が強権にして、自由自在に言論ができるご婦人のこと。である。その二つは、軽薄なご婦人である。実は、その二つの種類のご婦人が、共に、男子によって指導されるものであることを知らせてはいけない。この女性メイソンを監督する任務にあたる男子メイソン党員は、自分の存在を知らせないで、その意見を、この女性メイソンに通さねばならない。うんぬんと、いやしくも、ヨーロッパの女性の性質を知っている者は、この言葉の末尾を見て、彼が用意周到であることに驚かない者はいないであろう。自分というものの存在を知らせないで、
その意見のみを女性をして自主的に行わせる。ヨーロッパの女性に対しては、その心がなければ何事も成功を期すことはできない。女性を大敗させるとどうなるか。もしその女性がひとたび大敗するや、どのようなハレンチ、どのような無節操に出するだろうか。彼のいわゆる完全なるメイソン夫人と呼んでいるものを見てほしい。例えばかのパリコンミューン1871年の後におけるパリの石油女のごときがそれである。同女は石油を持ってパリを焼き払った。女性メイソンの組織及び入党や昇級。女性メイソンの組織は男性メイソンのそれと大略は同じである。商標的階層も同一である。ただ上級階層はその数は甚だ少ない。往々にして同一の部屋を男性党員の集会にも男女の混合集会にも使っている。入党や受会の女性があるときは道場メイソンの傍らにある暗室、いわゆる熟考室に連れて行く。この部屋は黒布で内部を覆い、ドクロ、骸骨等を設置してテーブルを設け、獣の毛で編んだカーペットを敷いて、その上に一つのろうそく台を置き、石灯でもって室内を照らしているが、その状況は暗淡として墓場に入るようなものである。こうして入社受会志願の女性がこの部屋に入ってくると、まず同志であるいわゆる兄弁士が女性志願者に相対してその顔面を布で縛り、順々に道徳、仁愛等について一通りの演説をする。卑猥な入党受会式。読者の方々はこの演説の趣旨内容及び同女性の入党受会式、すなわち娘分、姉妹連、お上の三階に昇進する儀式の詳細を知りたいと思うであろうが、私はその好奇心に応じることはできない。この儀式の中身を知らないのではなく、ただ言うに忍びないのである。もはやすでに淫猥なる言うに巧妙なる不道徳が世の中に流行するに至って、どうして私がこれに付け加えなければならないのだろうか。儀式の目的は金銭収入と男性メイソンのお慰み者。したがって私は一躍すぐさまその儀式の目的の説明に入ろうと思う。なぜならその目的はズワクがワイズハウプトに宛てた私書中に明記されているからである。いわく女性メイソンに期待しうる利益は秘密を学ぶために現に支払い、または支払うべきすべての金額を本部の男子メイソンの収入に供することである。それに加えて女性メイソンは娯楽の傾向がある男子メイソンに対してもその望みを満足させるという利益があるのだと。ああ、フリーメイソンの奥義、自由を学ばせるためお金を女性から支出させ、男子の党員の情欲を満たすためにこれを利用しようとするとは、あまりにも禁獣的な言葉である。このことは事実を正直に述べた告白であるから、もはや誰もこれを否定することはできない。彼はなお女性メイソンの利益を追加していわく、幼女メイソンにおける女性の数が多くなるときはその信用によってフリーメイソンから推薦されたものを国家数用の地位に選出させるために大きな力になるのだと。ここにおいてある社会に一つのことわざがある。事実として女性に受け入れられその手で取り扱われるとき、天下で成功しないものはないと。これゆえにワイズハウプトは彼の教会演説の中で、女性におもねるすべは男子フリーメイソン党員が研究すべき最も重要なものであるとして、これを教えていわく、およそ女性は虚栄、好奇、陥落、珍事等に多かれ少なかれ誘惑されてしまうものである。だからこのやり方で女性を囲い込み、フリーメイソンのために供するようにしなければならないと。フリーメイソン流の平等を世の中に広めて社会を壊す。ラゴンも曰く、男女混合のメイソンは外見は甚だ軽薄なもののように見えるけれども、
フリーメイソン流の平等の種を世の中の人心に撒くためには最も有力な道となるのだと。その通りだ。男女混合のフリーメイソンは事実、女性の精神、中んづく、その心を大敗させることを目的としているのだ。集会が武作法、式文、儀式等の意義も曖昧にして、知らず知らずのうちに悪の思考、たしなみを与えるものである。女性を褒めておだてる男性メイソンの目当ては宴会と舞踏、そして能弁な女性が慈善活動から得られる心の楽しみを言い表そうとして発言すると、党員は一層感激の態度を装い、その人道主義をもって世界の人を愛すべきことを説き、平易にしてかつ興味深い道徳話を用いてこの美しい感情に走らせる。そして男性女性メイソンが愛ともに不和の鎮静、万言の公認、自由と友愛とにおける知識と心の一致等を喜び祝い、すぐ近くで宴会や舞踏会が始まる。なぜなら男女集会につきもののこれら宴会と舞踏は彼らの主要な公務だからである。これゆえに上級党員トゥイシエは断言して曰く、幼女メイソンもまた他のメイソンと同様、その業務、階層、秘密、記号等を有している。しかしこれは集会の口実に過ぎない。男子メイソンの真の目的は宴会と舞踏にある。この二つはその集会と切り離すことのできない重要な要素である。と、舞踏の後に貧者の募金をしてまた女性を騙す。もちろん女性のほとんどはフリーメイソンで見聞することの意味を知らない。男子党員もまたこれを説明することをしないで、ただその幻想にのみ委ねるのはその良心に触れてやめてしまうことを恐れるからである。そして彼女らを欺き、合わせて公衆をも欺くために宴会と舞踏の後には必ず貧者のために集金することを常としている。女性の品格を養成することはない。しかし女性たちがどのような志を持ってその集会の正当性を信じようとしても、また男子党員がどんな方法を尽くしてこれを信じさせようと努めたとしても、フリーメイソンが女性としての品格や特性を養成する学校でないことは明々白白の事実である。なんとなればフリーメイソンから出た女性にして一層真面目になり、一層低粛な女性となり、一層勤勉なものとなり、また一層夫婦の義務を尽くすことに忠実なものとなったというようなことは未だかつて見聞しないからである。かえって自由を得るところ、恥を知る心を日々失うといった事実は我々が日常に見聞きする光景である。女性の解放にもかかわらず、かのフリーメイソンの領袖は今日この悪しき精神が女性社会に進展することを見て拍手喝采しつつある。彼らの語る言葉をどうか聞いてほしい。長い世紀の間、女性たちは正当な自由を失って苦しみうめいておられた。我々の言う自由は人生最高の宝にして、そうした不幸にとって一大救済となる。この女性はベッドルームに幽閉されて単調な家事育児という細々としたことに一意専心に従事させられてきた。こうした無知もうまいの習わしは創造主による傑作の一品である女性をして、家庭や家族の他にその思いや権利等を拡大させるようなことは彼女の天文に反するものだと信じさせてきた。ああ、知恵優れたフリーメイソン党員たちよ、そなたらはこの美しい女性に快活にして優雅なる心の飛躍を与えたのだ。そなたらこそ解明の獅子、情け深い道場の獅子、勇猛の獅子であるぞ。我々は何をもってそなたらに報いようか。そなたらはこの世の中を虫けらの境涯より救出することに協力したのだ。そなたらは正しい道徳、美術、思考の源泉を四方に放出させたのだ。と。ところで、この語り手の人となりを知らなければ、人々は必ずや騙されるだろう。ところが、我々は、
幸いにしてこの人物を知っている。したがってこの言葉の真意も明らかにできる。いやいや、フリーメイソンの自由という道徳は決して理想の女性を育てる道ではないのだ。天下の父がその子女に期待するところはこのようなことにあるのではない。フリーメイソン固有の道徳はフリーメイソンで遊戯をするためには、あるいは都合が良いかもしれない。しかし家庭にあって生活するためには一体何の利益があろうか。家庭においてはあのような自由気ままと恋愛感情ないし、別情があまりに長寮抱っこするメイソンの集会、宴会と舞踏会に出席する婦人が持つ美術や思考とは全く異なることが要請される。慎み深く低節で競争勤勉なる婦人、すなわち良妻賢母の理想にかなう婦人は、いまだかつて一人もフリーメイソンの自由学校から出てきていない。女性の地位を回一回ずつ昇進させてもって老女に自由を授けるのは、男子の側から見て愉快なる事業、寛大なる感情を注ぐものであるかもしれない。しかしこのために女性におむね媚びへつらい、それでその女性を大敗させていくことは人の道を外している。このようなことは女性としての品位をますます失墜させるものである。女性を守る道は一つ。そうだとすると一体どうやって女性を守ったらよいだろうか。それは他でもない己の良心に照らし、その女性の人格を尊び、またその提督に抵触しない方法を取る以外にない。ところがフリーメイソン党員は自前の見地や自分の身勝手な利害から打算的にその言動を企画する。これはもとより家庭を貧乱し、宗教を撲滅し、女性を大敗させるという彼らフリーメイソンの目的を達成することに極めて直結する方法ではないにしても、確かに効果の上がる方法であることは間違いない。そうだからこそ彼ら党員はこの方法によって女性が自分たちに奉仕協力することを期待し、そしてこれを疑ったりはしないのである。女性を使って国王も宗教家も破壊していく。ここでフリーメイソンのグランドマスターが完全なる女主の上階に昇進する女性党員に語ったことをどうか聞いてほしい。いわく、お嬢さん、あなたはなお未だ伝統宗教やそれによる間違った想念、迷信、先入観を脳裏の片隅に持ち続けていた。しかし我々がお嬢さんをフリーメイソンの商標的機密に加入させ、真理の光があなたの瞳の前で輝き届いた今日に至って、これまでの名毛は完全に消え去った。今後は困難ではあるが、崇高なる事業があなたの創建にかかっているのだ。それはお嬢さんの義務の第一番目のものは、国王、天皇と宗教に対して民衆を怒らせ対立を煽ることである。どうかカフェにおいても劇場においても、また夜会においても、この神聖な目的の達成に尽力研究せられよと。日本女性には決してこうなってほしくない。日本国民は欧米の新しい事柄を多く採用してこれを同化させたけれども、この怪物、いわゆる女性フリーメイソン、もしくは自由女性と称せられるものだけは、これを日本に取り入れて採用してはならない。我々は日本国民がこれを容認しないことを希望する。